どうも、レイです。今日は僕の趣味や好きなことや今ハマってることなどをいろいろと紹介したいと思います。いや、みんなはどんな趣味とか特技とか今ハマってることとかありますか？まあ、とりあえず僕は、まあ、アニメとか本当、絵を描いたりとか、まあ、好きってか感じですかね。それをこれからいろいろと紹介したいと思います。それでは、スタート。好きなことは、絵を描くのが好きです。まあ、こういう星の、この星の愛とか、まあ、簡単なこういうカービィも描いたりとか、もうコナンとか、スパイファミリーなど、こういうゲームのキャラクター、太鼓の達人のドンちゃんなとかも描いたりもします。基本キャラクターはいろいろ日本のアニメとかゲームキャラとか海外のキャラクターとかよく描いたりします。こういう簡単な。にゃんこ先生とかも本当に今ちっちゃい子とかそういう系のちいかわとかも描いたり、本当いろいろ描いたりします。はい、こんな感じです。好きなことは。まあ、キャラクター以外でもこういう女の子の絵とかをもう本当に描いたりもします。で、次は趣味です。趣味はイロハスが好きで、もう初代のラベルから本当、集めて、もう出たら出たら、本当、買って、飲んでとかよくやってます。本当に限定のやつとかも、持ってて、これでかいラベルでも持ってるし。いやー、ほんと集めるまで大変でしたよ。こういう東北限定のとか見たことのない人もいると思います。じゃないですか？あ、いくよ。いやー、ほんと。何ヶ月？これは最近出たばっかりじゃん。集めるまでほんと、これは、ただの水？もうちょっとでもラベルが変わ、反射してみるか。変われば、変わるほど、ほんと、集めているって感じですかね。はい。趣味はこんな感じです。はい。次は、最近ハマってることはこういう、ゲーセンでフィギュア取りがハマってます。結構撮るのがもうほとんど毎日やって、もう撮り方とかも覚えたりとか、結構ねコツとか、ワンピースや鬼滅など、スパイファミリーなどもいろいろ撮ってます。まあこれはこういうプチフィギュアなどとか、もうほんと何でもちゃかちゃか撮れそうなものがあったら本当に撮ってます。で、それで、まあ、フィギュアが結構30個から40個ぐらい集まったら、そういう、いくらで売れるかっていう動画を上げようかなと思います。はい。どうでしたか？僕の趣味とか見て、まあ、特技はないんですね。特に。なんでも、すぐ諦めちゃう。ああ、こういうのとかやったらもうできないと思ってすぐ諦めちゃう人なんですよ。だから特技は特にないです。もし、よかったらチャンネル登録、グッドボタンもお願いします。コメントも。じゃあ、それでは、さらば、バイ。